稲田と別府のショータイム。はい、18ヶ月ぶりにマイクの前でなんか作品というか番組というか、うん、おしゃべりをしてる今日この頃、稲田茂と申します。はい、そして別府和彦です。18ヶ月ぶりですか。1年と半分ですよね。ねえ、うん、令和5年3月末をもって、はい、某、まあ、前職を、うんうん、退職しましたですね。退職されて、そっから放送番組でおしゃべりということでいうと、まあ、もう NKTT さんのね、うん、もう終了になった地元、ワイワイトーク番組の方にね呼んでいただいたりということあったんですけれども、その番組私もですね、曜日違いますけど、そうでしたね、出てましたね。直接の絡みはなかったんだけど曜日違いで ね、そうですよね、ゲストコメンテーターとしてそういう感じでしたよね、鳥取市でね、はい、うん、でもあとあれですね、稲田さんでいうと、うん、BSS 山陰放送さんにはお桑本さんの番組、あ、本当だ本当だ、うん、出てらっしゃいましたよ ね、朝の番組にね呼んでいただきました、その時には今実は私がこう関わってるですね、鳥取県立日野高校、おっと H 高校って言った方がよかったかなっていうもうバレてました、別にいいんですけどねってね、はい、その高校が生徒数が激減してるっていうのがちょうど私が、うん、前職を退職する時とタイミングが重なりましてね、うん、島根の西から鳥取の東まで、うん、山陰各地ずっとこう長い、うん、で都市部の学校もいい学校もたくさんあるんですけど、中山間地の学校も特色があって、うん、地元の人たちに支えられていい学びがたくさんあるっていうのは、うん、まあ、前職の時に取材しててね、うんうんうん、思ってた時に、え、何この受験者数はって、うんうんうん、何この入学者数は、うんうん、っていう感じになったので、はい、ちょっと火がつきまして、うん、こういういい学校を皆さんに知らしめなきゃいけないんじゃないかと、うんうん、いうことで、うん、まあ、現在日野高校魅力向上コーディネーター肩書きが長いっていうことをしてましてね、はい、だからいわゆるその教育っていう分野の、そうですよね、業種ってなるんですね、まあ、直接僕が何か教えるわけじゃないんですけど、はい、まあ、生徒たちがコミュニケーションをしたりとか、はい、人前でこうおしゃべりしていったりっていう時にアドバイスしたりとか、うん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 、自己紹介の時にこういうようなことを意識すると人の印象残るよとか、うん、はいはいはい、そういうこともなんですけど、うん、学校の教員だけが学びじゃないから、うん、社会人の中にもいっぱいいい経験を持ってる人がいるわけですよね、うんうんうん、各界いろんなジャンルの、はい、そういう人たちに学校に来てもらって、うん、まあ、1時間1コマ授業を持ってもらって、うん、生徒たちに語りかけてもらうと、口説きに行くとかですね、うんうん、あるいは鳥取県西部の24の中学校があるんですけど、うん、そこに行って我が子を受験してくださいよって、うんうん、先生方お願いしますよっていう、うん、はい、あとその出身のね、うん、生徒たちが今こんなに頑張ってますよっていう報告をしたりとか、うんうん、僕ね、その稲田さんが、うん、まあ、高校今出入りもされてるわけじゃないですか、はい、さあすごいいいなって思った話あ一個あって、お、稲田さんその野球部で、うん、まあ、ちょっと人数足りないからキャッチボールの相手してるって言ってたじゃないですか。そうなんですよね、うん、その話なんですけどね、うん、まあ、私が関わるようになってから、うん、野球部がですね2人正式な部員が、うんうんうん、それとサポート部員が、3人4人といたんですけど、うん、その3年生たちが3月で卒業した後に部員0人になっちゃったんですよ。おー、0人、あら、まあ、もうこれ当分こう野球部、まあ、公式野球部、うん、活動ないなと思ってたら、うんうんうん、1年生が7人飛び込んできたんですよ、はい、あー、でも野球って9人ですからね、うん、そうなんです、ギリギリ足りない、そう、うん、でもってなおかつ公式野球の経験者、うん、中学の時やってたのが1人と、はいはい、まあ、野球経験者も2人いて、うん、素人同然が4人いると、ほう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 、もちろん監督もね、しっかり指導されてますけど、うん、やっぱりこうまだまだ野球に慣れてない子たちに対して、うん、その気持ちが分かる感じで、まあ、関わってあげた方がいいんじゃないかなっていうことで、はいはいはい、野球部の練習に、うん、56歳が行くっていう、うん、16歳のこと年の差40のっていうで、僕その話で何がいいなって思ったかっていうと、うん、この稲田さんの体格じゃないですか、はいはいはい、まあ、なかなかねポッドキャストで、あ、そうですね、伝えづらいです、見えないことがいいっていうね、うん、想像していただくと分かるかもしれないんですけど、うん、例えば僕ピッチャーだとして、稲田さんキャッチャーだったら完全にキャッチャー体型ですね、ものすごい投げやすいんですよ的が広い、
まあ、水島新司先生の言うところのドカベンの、はい、そう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 、あれに近い感じ、近い感じ、うん、はい、もっとこうよく言うと、うん、包容力がある、あーなるほどね、はい、うん、ここ目指してこういう、ここ投げてこういう、そう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 、多少外れても、うん、きちんと受け止めてくれるなっていう安心感、まあ、本当に ねそういう意味では、まあ、東京出身の子とか、うん、はいはい、あの地元鳥取県の子たちもいるんですけど、ええ、うん、まあ、そういうこう特にね中学の時に硬式野球やってたと、うん、変化球もカーブスライダーフォークも投げますよみたいな、うん、おなかなかですね、それを同級生とはいえ、うん、野球に飛び込んだばかりの生徒たちが、うん、はい、取れって言われたってっていう、うん、あ確かにね、うんうん、それはやっぱりこう高校時代に軟式とはいえ、うん、野球経験者だったおっさんが取って、はいはいはい、受けてやらないと、うん、みんな怖いだろっていうね、うん、ちょっとあの男気出したりなんかして、ね、でその子があの、うん、スライダーをワンバウンドさせたのがすでにガーン当たって、うん、あの一月半ですね、ね、こう、うん、青タンが抜けなかったっていう、ね、いやもう公式はね、うん、怖いですからね、そう、あの改めて思いました、うん、あの練習からちゃんとマスクとレガースしなきゃいけないなっていう、そう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 、もう必須ですね、舐めてたっていう、うん、16歳の球を舐めてたっていうで、あのその子 H 君っていうんですけどね、はい、あのキャッチャーやってたので、はいはい、地型が強いと、遠投しててもね、いわゆる山なりじゃなくって、うん、シューンと来る感じ、あ、はいはいはい、球威がある感じですね、そうそうそう、工藤公也さんが、うん、宇都宮山なりダメっていう、あのシューンと投げるんでワンバンになっちゃもいいからっていう、うん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 、その感じ、はい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 、はい、その感じで H 君の球をね、うん、日々受けたりしながらね、まあ、言うても、うん、そのキャッチボール公式の球でやるの、うんうんうん、まあ、何年ぶり何十年ぶりとかですか、まあ、公式のボールで言えばね、はい、まあ、遊びでキャッチボールぐらいしかやったことないんですからね、うん、怖くないですか、まあ、確かに怖いですよ、うん、怖いんですけども、まあまあ大人がビビった姿を見せてたまるかっていう確かにね、そう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 、あやっぱりちょっと野球部やめようかなみたいな、ね、あそう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 、思われてもいけないからね、うん、お前たちもこのぐらい取れるようになるから、はい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 、で内心やっべーってすね痛えみたいな、そうそう、あの皆さん、あのフォークでやめろやめろ投げるなっていうフォークまっすぐで来いっていうはい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 、そうそう、うん、スライダーぐらいまでだったら許してやるけど、うん、フォークやめろっていう、はい、いやそんなね稲田さん、ね、はい、あの山陰のみならず、はい、いろんな地域に出かける機会も多いですもんね、東京、大阪、うん、名古屋県、ねはい、僕もですね、うん、音楽の仕事してて、うん、まあ、あの昨日までもねちょうど東京行ってたんですけども、うん、あ、うん、やっぱね地元に暮らしながら、うん、いろんなところ行けるってめちゃくちゃ良くないですか、うん、やっぱりその視点が移る、うん、今自分の仕事の中でこの視点から見る角度、はい、でこの視点から見る角度って、うん、こうグラデーションができるよねっていうね、うん、そうですね、まあ、あと何といってもあの出張とか行くじゃないですか、うん、で県外行くと、うん、あ今日 何をどんだけ食べても OK な日なんだなってなりませんなんか分かんないけど歩くし、そう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 、地下鉄のね、あの乗り換えで相当歩くしっていう、ね、うん、そう鳥取島で住んでるとね、うん、車移動が主ですけど、そう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 、うん、やっぱりじゃあカロリー消費しきれない部分があるからね、うんうん、なんかそういうね開放感ありますよね、うん、そうだよね、なんか都会に行くとそういうの、うん、そういうのあるよね、うん、うん、まあ、僕もねあの今現在日野町根生っていうね町でこうね、うん、仕事することが多いんですけれども、はい、やっぱりその少子高齢化の中で子どもの数がやっぱり絶対数に少ないと、鳥取県島根県のこういったこう空気もいい水もいい景色もいい、うん、あと時間の流れ方もちょっと都会と違うと、うん、ここの中で親元から離れて3年間、うん、高校生活を送ってみたいっていう、うん、この成長を促すっていう地域未来留学というシステムなんですけどね、うんうんうん、まあ、とってもいいなということと、うん、まあ、だとすればあの都会とちょっと似た香りのする町よりも、うん、思いっきりど田舎に降ってくるっていうね、まあ確かに振り切り大事かもね、うん、そうですね、で、もうあの川の上流っていうね、はいはいはい、なんならあの川の上流から聞こえてくるカエルの声がするんですけど、うん、ゲコゲコじゃないっていう、おカジカガエルっていう清流にしか住まない、うん、あのカエルのルルルルルルトゥルルルルルルルっていうなんか、なんか倉本壮さんのなんかこう富良野にこう通じていく感じのっていう国枝さん出てきちゃいますよ、そう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 、やっぱりね保護者の人たちがね、まあ、
初めて訪れた時に、うん、まあ田舎だなっていうのもあるんだけど、うん、あの鳥の声とかでね、うん、目覚める時にこれってジブリなのかっていう、うん、リアルジブリかっていう我々にとってみるとそれ普通じゃないのっていう、うんうんうん、朝チュンチュンみたいなね、はい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 、そんなのって普通ですけど、うん、もう久石譲が流れてくるんですね。やっぱりね、うん、そういうところからのこう18ヶ月ぶりにこう言ってね、うん、番組やるのってなんか新鮮な、うん、まあこれもね、うん、はい、一回こう番組制作とかこうラジオから離れて見たら余計に新鮮に感じますわねっていう、はい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 。でもまあ、うん、もちろんその緊張とかもないですよね。まあないですよね、うん、逆にね30分枠の中で本放送、うんうん、何を喋ろうかなっていうチョイスするっていうことじゃないですか。あ、まあ同じこうネタでも、はい、まあ僕稲田と別府君のね、うん、あの見方とかね、はい、ちょっと違うしね、そうですね、うん、そういうのもまた面白いかなっていうね、おいおいね、うん、そうですね、ちょっといろんなことを取り上げていきたいですし、うん、はい、まあ、今回あのエピソード0っていうことですけどもね、この番組が立ち上がっていく前に我々がこうね、はい、どういう感じで、はい、あのこの番組が立ち上がってきたのかみたいなね、うん、そういうのを少しね、はい、スタート前夜みたいな感じでお届けしてみましたけども、はい、いかがだったでしょうか。はい、あの一応ねこの番組コンセプトが、はい、くすっと笑えて、うん、ちょっとためになるっていうね。あ、はい、自分たちでハードル上げみたいね まあ、笑えるっていうのをこう、ねね、うん、自分たちでこう歌っていくのこれちょっとねっていう、うん、はい、ちょっとその辺もね、あの本放送ね、うん、初回から始まったら、うん、あのハードルちょっと高めかもしれないけど、うん、優しくしてねっていうの、あ、ちょっと言ってきましょうよ。これ本当にね大事なことでね、あの出演者だけで番組が成り立つわけじゃないんですよ、うん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 、聞く人がいて成立するって話なんですけど、はい、あと聞く人の包容力で成立するっていう大事、そこ一番大事かも。これは本当にその通りですからね皆さんっていう、ね、はい、そうですね、カリカリしない、カリカリしないね、本放送だって水曜の夜ですから、うんうん、ね、週の真ん中、うん、落ち着きましょうよ。ガチの批判はやめろあの指摘はいいんだけど、うん、的確すぎる指摘もちょっと辛い、はい、へこんじゃいますからね。なんならこういう方に行った方がいいんじゃないですかみたいな、あ、素晴らしい、素敵、そういうタッチでこうね、うん、ご意見とかはね、はい、うん、もうあとできるならその前に、うん、いや今もいいんですけどとかね、うんうん、はい、あ、ちょっと枕言葉ね、そう、ちょっと一言お気遣いいただけると、うん、クッション言葉でね、はい、最初の10分間笑えましたけどそう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 、けど強めだなって太字になってるみたいなねメールで、はい、そういうの大事ですよね。はい、まあ、我々、まあ、その2way 番組ということではなくて、うん、あくまで私たちがこう世の中を見渡したときに人口47番目に多い県と46番目に多い県の、はい、50代と40代が喋っていくんで、はい、そういう意味では世の中の見方みたいなものって、うん、我々独自の視点でね、そうですね、世の中見渡していたときになんかちょっと新しいものがね、うん、生まれたりとか、あ、そんな発想あるんだみたいなね、うんうんうん、感じで都会の人は受け取ってくれると嬉しいな、はい、優しくねガチの批判はやめろよ、ガチの批判ははい、というわけで、はい、これはあれですか、はい、一応メールアドレスとか言っといた方がいいですか。うん、あ、じゃあお伝えしておきましょうかね、show@bss.jp で show@bss.jp と、はい、そして各種、まあね、お聞きいただいているポッドキャストと、あと公式 X、はい、SNS やっておりまして、はい、こちらはハッシュタグ、カタカナでショウタメで、ぜひポストお待ちしております。よろしくお願いします。以上、稲田と別府のショウタメエピソード0、ありがとうございました。